日本鹿児島県薩摩仙台市宮崎町宮崎町は、鹿児島県薩摩仙台市の町、旧薩摩郡川内町宮崎町、川内市宮崎町。郵便番号は895-0013。人口は3253人、世帯数は1448世帯。薩摩仙台市西部、川内川、水系宮崎川下流域に位置している。赤沢津、宮崎、 原の三集落から構成されており、東部は権ン原に続く大地上にある。浅井駅の北方から西方にかけては平助町、南方には百寺町、西方には勝目町、熊野城町、向田町が接している。浅井駅の西部を南北に九州新幹線が通り、地域内には川内新幹線車両センターがあり、鹿児島ルート全線開業以前は敷地内に 新幹線鉄道事業部が所在していた。中央部には、鹿児島県道36号川内郡山線が南北に通っており、南部では、鹿児島県道336号山田熊野城線が東西に通っている。宮崎町という地名は、川内町大和東での旧正地名、宮崎に由来している。九百四十年2月1日に、 鹿児島県広報に掲載され、同日に施行された、薩摩郡川内町、町名改め小並区域変更により、東郡東町を阿佐東で廃止総理の区域、中字横枕、江川口、清水県、沖玉、力手、古川口町、森戸野原、松家本、宇田、竹下、中津町、二口で、岩瀬、下、久保田、中久保田、 大金や、八渡田、内賀町、白、出口、その葉竹さ田、北、浅間、赤と野原、外葉竹丸尾、瀬戸、口、大久保、諏訪子、六端、堀、り、出原下の原、道場堀、り、ガスが、あまり、村、河原家、その、坂上、本町、吉留、め、折け鶴田、小園、来る福里、寺田、尾崎、論地、はさま、 松毛砂子、原、六単平ら、三本松、南河内、暗黒寺、大堀り、曲大下、桃野巣、岩本、大豚、溝下へ、仏星、島森の区域を、宮崎町とすることが、鹿児島県知事によって許可され、薩摩郡川内町をあざ東での内ちあざ、横枕、江川口、清水県、沖玉、力手、古川、口町、森と野原、松毛も、大豚、 竹下、中津町、二口で、岩瀬、下、久保田、中久保田、大岡に、八幡田で、内賀町、白、手口、その畑、佐古田、北葉様、赤、殿原、外畑、丸、瀬口、大久保、巣顎、六端、堀、手原、下野原、道場堀、り、靴が玄、あ村、河原家、その、坂上、本町、吉と目、 お手かけ、つるた、こ、その来福佐、くるふくさ、こ、で、なだ、おざき、ろ、ち、は、さま、まつけさ、こ、は、だ、ろくたん、たいら、さん、ぼ、まつ、みなみかわ、ち、あんこくじ、お、ほお、きょく、した、もう、の、す、いわ、も、おむた、みぞ、そえ、ぶ、せ、しま、も、き、の、く、い、き、もって、かばう、し、ちょう、の、ま、ち、み、やざき、ちょう、せ、ち、さ、れた、 翌日の2月11日には、薩摩郡川内町が単独で市政施行し、川内市となった。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、稽道院町、日脇町、下小敷村、上小敷村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において、 川内市の町、字については、現行通りとする。と協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。県道336号、山田熊野乗船。 ありがとうございます。